今回はラスベベーザ登場に対するみんなの反応集です。かなり強いボスやで。ラスベーザはクソ強いな。こんなクソ強いメガモン久しぶりじゃねえ。規制の面倒を見てやれないスラミチ応援団減らさなければ許す。ラスベーはサイコストームゴリ押しで倒せた。一緒に参加してくれたみんなありがとう。規制位置いるだけで MP 切れるね。8人でボコってきた。実際稼働してたのは俺含めさん4人くらいだけど、無理に1位狙わないならクロエンウロボロス英雄推奨でいけるっぽいな。ソロでどこまで GDGD になるかはまだわからんけど、今度ゾンビキラー使ってみるかな。会心でなきゃ意味がないからラーミアとセットで使うのかな。英雄さんと推奨のオートで安定してる英雄やっぱ強いわ。回復2とウロボロス2での押しでいける。どっかで指導必要。 1T 凍てつく薬風ピアイタメバイキニティ応援ラムチホノオギガブレード。これで20万出たけど、もっと海洋余地ありそう。次元山の方がうまくいきそうかな。ラスベーザメタル会進化前からのボンズや爆裂剣でブラックホール発生させることで灼熱の太陽上書きしてしまうってようやく理解したわ。こういうのすぐ見つける人ってよう理解してるよな。クロエンいて渡すイーダラムチ銀河で2ターン39万ダメージ出たよ。衰弱なし剣魔防御なしなのでまだ上振れすると思う。女神剣2本、英雄の槍2本、全員天地雷鳴士レベル41でオートに挑戦したが全然ダメ。とても回復が足りない。天地雷鳴士にこだわらなければ全然いける気がする。バフあり&満員だったのにクソ強かった。凍てつく波動が欲しい。終わってみたら50万削ってたわ。ソロでもまあいけそうだな。マダンテとイカズチ使ってくるグレイナルの方が強く、で太陽のダメージが大きいから回復薬が眠らされると壊滅するけど、凍てつくはドアルだけで難易度半減や1、3かな。英雄守り、セレシアボドハン、ウロボロ天地、水晶神官で守盾張ってオートで勝つつる。時間長いからカゴありの1日1回でいいや。会心ガードのバフケさんとダメージ伸びないよ。凍てつく波動必須。会心盛りの銀河、ゾンビキラーにエンジェル、悟りの回復2枚はかなり安定してた。炎月輪、宝剣、クロエン、水晶も良かったけど秘術指導だけがめんどくさいな。タイラスベーザのためのメドローア最強セットにラスベーザ S 必須とはこれいかに。ゾンビキラーはやっぱりやれる子だったな。闘魂注入の安心感と耐性無視でバフやばい。ソロだとやっぱ15分かかるな。領域消せるだけでむっちゃ楽になるとはいえクロエンでも火力足りんな。面倒だからルイーダとゾンビキラーでオートしてる。会心カードされてても会心出るからゾンビキラー魔人脳なのでバフには全く問題なし。会心出ても 70% ダメージ減少ってのがひどい。勝てるけど MP がすっからん。凍てつく波動でラスベーザの4つくらい並んだアイコンが1個も消えなかったけど何なんだ。悪い確率ガード手のに凍てつく波動が引かれたのか。今ミンドラ見たらこいつの攻撃保護物理かよ。呪文使いますみたいな見た目してるから騙された W。だからゾンビキラーが褒めそやされてるんだろうな。運よくセレシア2本引けたからセレシアに英雄1肉9でオート余裕でした。ゾンビキラー会心なしでもちょいちょいデバフ入るな。ラスベーザは宝剣宝剣炎月輪回復の構成が1ターン目だけ手動であとオートにできるから一番楽だった。残給付やれるだろうと思って入ったらソロマーギリいけると思ったがメラゾーマ3連が全部魔剣士に入って一気に破壊。結局泥試合のままタイムアップ。ベーザソロまだないけど絶対やりたくないよ。クロエンあれば楽勝っぽいないてつく波動をガチャ武器に入れたの流行りすぎだったのでは。やっといては使えてよかった。クロエン置物になりつつあったから。今日はウロボロス、冒険、ゾンキラ、水晶の構成で魔王と戦ってみる。英雄の槍3本あったからバトルマスターさんと水晶大神官で余裕だった。朝ソロしてきたけどまた宝剣使えるな。こいつ体勢の隙間すり抜けて不死身すぎるだろ。光の大剣よりはるかに活躍しとるわ。メガモン回避が高いがブラックホールで必中みたいなメタ大接待来るかと思ったら凍てつくやら上書きで消されまくって役に立たんし、未だに領域が凍てつくで消されるの納得いかん。セリアの剣に全体回復持ってたら大神官に持たせてトベルもお裾分けしたかったな。ラスベーザは天地雷鳴士のドメリと凍てつく波動でバフを完全に奪い続ければなんとかならんかな。土日でやってみるか。プニプニと水晶で回復、メタキンと宝剣で攻撃し続けて新章プニプニで眠り起こせるのと次元山で守り入るの。宝剣でバフはがして水晶でチパーティのバフ更新できるの。副次的な効果がはつぐん。もしかして魔王に対してメドローア暴走しなくなるからメラヒャド属性や
魔剣士で銀河や英雄やメタキン使うより大魔導士かける2でメドロワとクロエンド W 呪文の方が安定するな。水晶ないから物理はどうもきつい。ウロボロス引っ張り出して使ったが相変わらず強すぎて草む属性呪文向きの最高傑作だわ。初日の反応はこんなものですね。ウク主はちゃんと無課金でドラクエウォークしてるので安心してみてください。セレシアは配布で出ました。申し訳ございません。